4月29日から5月1日までの3日間、久万高原町のハイランドパーク三河とその周辺で、全日本ラリー選手権第2戦久万高原ラリーサポーティッドバイサミーが行われました。青空が広がっておりますし、またご覧のように、もう新緑が美しい久万高原町でございます。それから選手の皆様に、先に写真を。全日本選手権の第2戦目となるこの大会、ナンバープレートのついた一般の自動車をベースに、乗員を保護するための改造を施したラリーカーで封鎖された一般道路や特設したコース内を走行し、そのコース内をあらかじめ設定された到達時間にいかに近づけるかを競うものです。毎年この時期に行われているこの久万高原ラリー、ラリーカーの迫力ある走りを間近で体感しようと、会場には多くのファンが訪れました。久万高原ラリー、全日本の第2戦、デイワンが終わりまして、今日、ゼロカーを担当していただきました新井宏樹選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日1日走ってどうでした？そうですね、去年はもう初日から大雨だったので、それに比べるとだいぶ路面もすごい綺麗で走りやすくて楽しいステージだったと思います。世界に向けての今年の予定なんかってありますか？7月末にWRC のフィンランドのラウンドの方に出場するので、それが今からすごい楽しみです。はいはい。今のところ決まってるのはもうそれだけ？基本的にフィンランド選手権を追うような形で、それにプラスアルファでヨーロッパ選手権と WRC をスポット参戦するような形になってます。地元愛媛県出身の山口選手のクルー、に来ていただきました。山口選手、今日1日走った感想をまず一言お願いします。とりあえず一通り1日走れてほっとしております。ただなかなか厳しいですね。ポジション2番ですけれど、トップとだいぶ離れてますので、っていう感じですね。さあ、それでは愛媛のファンに向けて、地元愛媛、松山出身ですね、山口選手、一言よろしくお願いします。はい、松山、愛媛県にこんないいラリーのフィールドがありまして、選手も楽しく走れてますので、皆さんぜひラリーというものを一度興味を持って、三河の方まで来ていただければいいかと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではお二人に来ていただきました。オーガナイザーを代表いたしまして、松山オートクラブ竹下俊博さんより今日一日の出来等を、教えてもらいたいと思います。
どうもお疲れさんです。とにかくですね、今日はその天気が素晴らしかったので選手たちもね楽しく走ってたんじゃないかと思いますね。昨年はちょっと雨が降ってリタイアの数もですね1日目で結構10台ぐらいいたと思いますけど、今日は2台か3台なのでとっても良かったかなと思ってます。またあとギャラリーの皆さんもですね、やはり天気が良かったから結構楽しんでいただけたかなと思いますし、昨年よりはやはり入場数も増えてましたし、大変私としては良かったかなと思ってます。国内ラリードライバーの頂点を争うこの全日本選手権、今年は全国各地で9戦が行われます。